それではただいまより平成26年度外国人の受け入れと社会統合のための国際ワークショップを開催いたします。最初に教材の外務省から中山康秀外務副大臣が開会の挨拶をいたします。中山副大臣お願いいたします。女性だったら年齢言ったら怒られ
られると思うんですけど、男性なんで先輩なんでああやって申し上げると、御年80歳ということで、ですけどどう見ても60歳にしか見えないというふうに思います。これからも元気でますます世界のために頑張っていただきたい、日本政府も対応いたしております。今回また共催をしていただき、この素晴らしい会場を提供してくださった私ども政治家としての大先輩であります葛飾区の区長青木克則区長様、どうぞお気に入っていただいてご支援ください。ありがとうございます。そういった皆様方はじめ、講演者として主従、この会場設営含めて受付等々お手伝いいただきました、ご協力を賜りました皆様や、一般財団法人自治体国際化協会の皆様方、そして何よりも本日ご参加を賜っております、会場にお詰めかけをいただいたお一人お一人の皆様方に、改めて高いところからでございますけれども、感謝と両方申し上げたいと思います。そして、私のちょうどこちらにお座りをいただいている、手話通訳士の寺島浩二さんにも感謝を申し上げます。ありがとうございます。寺島さんのメッセージを僕が代わりに伝えますと、手話通訳もこの医療分野のいわゆる言語の違いを乗り越える通訳の中に同じように手話通訳を入れてほしい。手話だけ障害というカテゴリーで分けるんじゃなくて、やはり同じように、同じカテゴリーで考えてもらいたいということを寺島さんが私昨日直接お話を伺いました。ぜひそういった観点からも寺島さんも今日頑張って通訳されますので、ぜひ皆さんからも大きなご声援をいただきたい。寺島さんに成り代わってお願いを申し上げます。以上、本日のワークショップが充実したものとなることをお祈り申し上げまして、内閣総理大臣安倍晋三内閣としての心からのご挨拶に感謝させていただきたいと思います。本日本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。生活支援、そうしたことが必
ちんと連携されて包括支援システムだというふうに今言っておりますけれども、そうした仕組みをきちんと作っていくことが必要だと思っています。でその際にその受け入れる体制の中に外国人の方の果たす役割というのも大変大きいんではないかなというふうに思っています。まあ、ぜひですね、外国人の方も共に働き、そして共に生活できる、そうした場をこれからも作っていきたいなというふうに思っているところでございます。先ほど中山外国大臣からお話しございましたけれども、東京オリンピックも5年後です。葛飾にも今外国の方もたくさんお見えになるようになってきています。例えば葛飾ですと寅さんですとか、こち亀、最近ではキャプテンの翼というのもですね、ヨーロッパではとても人気があるということで、そうしたことを目指しておいでになる方もこれからもさらに増えてくるのではないかなというふうに思っています。今日本全体で700万人だった外国のお客様が1000万人になり、そして昨年は1300万人超えた、そしてオリンピックの時期にはもう2000万人をはるかに超えるのではないかと言われておりますけれども、まあ、ぜひですね、多くの方が訪れていただき、そしてまた住んでいただける、そしてこの日本全体が活性化をするような、もちろんこの葛飾区も元気に暮らせるような場になるように、ぜひ今日の議論を参考にさせていただきたいなというふうに思っております。この後基調講演があり、そしてまたシンポジウムでいろんなパネラーの方の発言もあると思います。ぜひ皆さんもお聞きをいただいて、これからの地域社会を良くするための取り組みについて参考にしていただけたらと思いますので、